はい、というわけで今日なんですけど、キティスのさ、第3のスキルをね、手に入れたんですよ。なので今日はね、こちらにやっていこうと思うんですけど、まあ一旦見てみましょうか。テクノロジー突破、各種無人機が自由に組み合わせれる可能になる。ん？自由に組み合わせが可能になると。で、化学ブレイクスルー、各タイプのドローンを自由に組み合わせることができる。ちょっとね、今日はね、これをね、見ていこうかなと思うんですけど、おそらく、この YouTube 上で動画が上がってる中では一番早いと思います。まあ、とりあえず難しいところ嫌なので、メインチャレンジの簡単なところをちょっとね試していこうと思います。これどういうことなのかね。俺基本的にキティスってあんまり使ったことないんですけど、これがねメディカルドローンですよね。でメディカルドローンとこのタイプ A ドローンとあとタイプ B ドローンを組み合わせることによって、3つをね組み合わせることによって神聖破壊者みたいな、なんかそういうさ、なんかかなり強いヒール効果もあるなんか破壊者みたいなのが作れるわけですよね。3つを合わせることによって、あ、タイプ B に来ましたね。なんですが、この各種ドローンを自由に組み合わせることができるっていうのが、ちょっとどういうことなのか、ちょっといまいち分かりづらいので、みんな多分分かんないよね。なのでちょっとやってみたいなと思うんですけど、一旦要するにこれをね、全部、この3種類とも星5にして、それでなんか、例えばあれかな、月読みのさ、月下一段と刀が赤星になった時に、2つ選べるやつが出てくるみたいな。ちょっとずつ性能が違うやつが出てくるみたいな。まあ、そういうタイプのその各種選べるみたいな。要するに A ドローンとメディカル。もしくは B ドローンとメディカルみたいな。まあ、そういうなんか組み合わせが自由にできるようになったみたいな。そんな感じのイメージなのかなと思うんですけど。まあ、何にせよ今回初見なので、まあ、一旦ね、ちょっと強化しつつ見ていこうかなと思います。ちょっとドローンをね、優先的に強化していきましょうか。まあ、そろそろどうかな。もうだいぶ進化してきてるんだけど、いや、これ組み合わせが自由になるとか、いまいちちょっと理解が、おっと、これで B ドローンが OK ですね。まだね、A ドローンがね、3つなんで、全部はまだできてないんですけど、まあ、とりあえず一旦、このドローンの白のね、A ドローンと、あとメディカルドローンがね、マック、おっと、食材者、天使降臨、何これ食材者、ちょっと待って。一旦ちょっとスルーしてみましょうか。あ、出てきちゃう。あ、黒の方をね、ちょっと5個にしたいので、あと黒星1個ですよね。あ、でも、もう一回どうせやるか。なんかこれ黒バージョンもありそうだね。あと、申請者。あー、B ドローン、A ドローン来ましたね。あ、A か B か分かんなくなってきた。白が B か。よく分からんな。で、全部これでね、星5になったんですけど、これ各種ってことは3つバージョンの新しい進化も見れるのかな。さらなる進化。月下一段的な感じの。あー、食材者になっちゃうか。まあ、ちょっと待てよ。ちょっと、全部もう完璧っすよね。食材者っていうのが進化バージョンなの？そのなんか、神聖破壊者じゃなくて？わからんな。じゃ、メディカルドローンのさ、この、キティスあんま使ってないからしよう。いまいちよくわかってないんだけど、まあ、一回取ってみて、どっちかと、例えば、B ドローンとメディカルでくっついちゃったとか、なんか片方ずつでくっついちゃって、一個余ったとしたら、もう一種類のを見ていきたいので、もしあれだったらね。でもう一回やっていきたいなと思うんですけども、どうしようかな。そろそろこれはもう、これ、強雷バッテリーかますでしょ。出てこないかな、その、黒バージョン。多分これ白なんすよね。白が B？ 白が A か B か分かんないけど、白ドローンの方なので、黒いドローンの方のバージョンが出てこないんだよな。出てこい！食材者ですね。もしくはこれ何？ 3 つ掛け合わせると食材者になるの。一回取ってみるか、これ。はい。あ、待って、黒いドローンがやっぱ弾かれてるわ。あー、なるほど。白が B だっけ？タイプ B ドローンとメディカルドローンを組み合わせるとこんな感じなんだ。で、黒どうしたらいいのこれ。これ、黒なんかかわいそうじゃね？一人ぼっちになっちゃって。で、これ何か変わってますかね？あ、ちょっと待って、神聖破壊者来たけど。ちょっとやってみるこれ。え？ 3 つになりました。ちゃんと、普通に、どういうこと？どういうこと？なんかいや、もともとキティスってメディカルドローンをつけて、ドローンを2種類つけると、これになるんですよね。神聖破壊者になるんですけど、戻ったってこと？何これ？神聖破壊者ってさ、威力が強くなるの？それとも、ヒール要素がついた破壊者の？ただ。さっきの食材者っていうのはさ、火力的にどうなんだろう？ちょっとさ、さっきの食材者の時の、リプレイを、今からちょっと編集で、スローで流しますんで、比べてみてくんない？どう？コメ欄で分析お願いします。威力は上がってんのか下がってんのか。いや、多分下がってるよな。3つで組むより2つで組んだ方が。で、思うんですけど、これで黒バージョンがもし仮にあったとしたら、次もう1回行くんで。
クルーバージョンがあった仮にあったとしたらスキル事故は起こんなくなりますよね。やっぱりスキティースのリスクっていうのは3種類揃えなくては強さが出ないじゃないですか。こういう神聖破壊者みたいな、これが一つでも欠落していた時にスキルがね、微妙な空気感になっちゃうわけですよ。だからそう考えるとスキル事故が非常に起こりづらい。タイプ B か A のドローンどっちかを持つことによって普通にこういうなんかさ食材者みたいに疲れちゃうわけだから、もう一種類がもしかしてあるとしたら何なのか分かんないけど、ちょっと気になるな。もう一回行ってみましょうか。はい、ラスボスでーす。長かったなー。まあこれね、別に、ね、楽勝なチャプターなんで、チャプターというか、なんだっけ、イベントみたいなやつなんで、まあ、楽勝っすよね。はい、クリアしました。じゃあもう一回行ってみましょうか。さあさあ、これでメディカルドローンが星5になって、そろそろかな。今ね、黒中心に、黒というかタイプ A ドローンですね、中心に上げてきたので、うん、こんな感じ。で、白が1枚足りない状態で、これでも一回ボス挟みますかね。さあ、タイプ A ドローンとメディカルドローン来んのか、またこれでわかりますよ。さあ、もうすぐ、それが明らかに、おっと？お、なんだ？あ、なんだ？ちょっと待って、ここに出てきたぞ。これ確定でしょ？そしたら。聖なる支配者、正義審判。いや、わからん。いや、回復量も変わってねえしなぁ。ちょっとこれ、なんか変わってる？でも威力はさすがにあれなのかな？え、なにこれ？タイプ A ドローンバージョンとタイプ B ドローンバージョンの違いがわかんないんだけど。ちょっと待って、コメント欄のちょっと解析班の方々ちょっとお願いできます？これ。まあ、一応ちょっと一旦さ、スローの映像も残しておきましょうか。どう？ダメージ量とかどうなの？うん、なんかその特殊効果とかなんか。いや、A も B も変わらんとしたら、例えば3つ組み合わせることによって最大火力は出るわけですけど、まあ今までは2つじゃ話にならなかったところ、3つ揃えなくても今後スキル事故起こりづらいってとこに関しては、まあ汎用性はあんのかなと思いますよね。実用性というか。まあそんな感じの違いですかね。このもう1種類のさ、白い方のドローンがすごくなんか寂しげなんだよ。くっつけなかったってさ。フュージョンできなかった言うて思ったんだけど、今スキル事故を例えば起こすじゃないですか。2種類しか集めらんなくて、例えばメディカルとタイプ A しか集めらんなくて、先にタイプ A とメディカルをくっつけちゃって、一つ空いた枠のところにタイプ B ドローンをまたさらに入れるっていう、そういうことで言えば全然スキル事故はかなり起こらない仕様になるってことだよね。もうそれだけで普通になんか運用がすごい楽になるよね、キティス的には。キティスあんまり使ってないんだけどさ、多分スキル事故って多分物理的に起こりやすいよね。3つ合わせなくちゃいけないから。いや、それで考えたら有能な第3のスキルなのかなと思いますね。なんか、うん、なんか大してさ弱くないみたいな、なんか別に神聖破壊者でよくねとか最初思ったんだけど、まあ威力ちょっと落ちんのかな、わかんないけどな。さっきのスロー映像とかでちょっと皆さん判断していただきたいんですけど、まあなんかそんな感じっすね。なんか有能というか汎用性、キティスの汎用性が上がるみたいな、スキル事故起こらなくなるよっていう、なんかそういう第3のスキル、いや、割とキティ使いには嬉しい、なんか仕様なんじゃないかなっていう感じはしますね。使わないけど、これね。バン！で、さ、月読みのさ、スキル、月の永遠、月の永遠みたいな。それとさ、あともう一個あったじゃないですかね。なんだ、創価。なんとかの創価みたいなあったじゃん。下花とかで創価。いや、あれに関しては、全くもって性能が違うじゃないですか。創価の方は、敵の攻撃を遅らせる、なんか、そういう遅延効果みたいなのあって、月の永遠の方には、出血ダメージ。継続的にダメージを与えるという、まあ、プラスアルファのダメージのね、プラスアルファのステータス上がるみたいな、まあそんな効果があったんですけど、まあ、これに関してはそういうわけではなさそうな感じはしますね。まあ、あとはね、ここ大した面でもないので、もう楽勝オブ楽勝のところをなんか消化試合みたいなこと感じなので、まあ特段言うことはないかなと。まあ、最後までちょっとやっちゃいますね。いや、これさ、俺思うんだけど、ダダサバイバーってさ、1試合5分とかならんかな。せめて8分。15分長くない？なんかもう緑色の経験値なんかめんどくさいみたいな、そういうなんかちょっと、そういうとこある。15分ちょっと長いなって気もするんだよ。例えばさ、まあ、サラリーマンの方だったり学生の方とか、休憩時間には限りがあるじゃないですか、やっぱり。まあ、仕事中、勉強中、授業中はね、いやまあできないにしろ、まあ、休憩時間とかさ、ちょっとした5分休憩の時とかに、なんかサクッと遊びたい時にできないんですよね、ダダサバイバー。結構がっつり時間取られちゃうから。まあ、その辺なんか、おっと死んだぞ、おい、こんな、ボーナスステージで死んだ、俺。うん、なんかその辺がなんかちょっとね、もうちょっとなんか、スマホに、ね、スマホのゲームなんだぞっていうところをね、ちょっとアピールした仕様に変更できればいいかなと思うんですけど、まあまあまあ、そんなことでどうでもいいでしょう。はい、というわけでこんな感じでダメージ弱っ。こんなもんだったっけ？うん、まあいいや。
はい、2個取っていく。いやこれめんどくさいよね、このメインチャレンジで。はい、というわけで今日なんですけど、まあ、キティスをお送りさせていただいたんですけど、第3のスキル、皆様どのくらいまで進んだでしょうか、ヒーローのかけらまたね、なんか面白いねスキルアップとかその辺したらちょっとねガツガツ動画にしていこうと思いますので、まあその時はねまた動画で会いましょう。ブー、俺に任しとけ、ハルパパに任しとけ、文句あるなら俺に言え、俺に言え、くだらないライブは僕かればって流しとけ、最高にクールな時間の始まり、 Listen on the country, Hologram ステージも淡い中